こんにちは。時計メガネ、アクセサリー、リコードでございます。今回は、ハーフリムメガネ、まあ、ナイロールメガネとも言ってますが、あのレンズがですね、ちょっと欠けた場合ですね。それちょっとあの場合によっては直せる場合ありますので、そのことをちょっとあのご説明したいと思います。まあ、ハーフリムってこういうナイロールですね。 半分、あのー、こう、下がないタイプ。まあ、レンズを平らに捨ててですね、あのー、溝を掘ってるんですね。あと、テグスでこう、テグスのようなもので、糸でですね、こう、なんですかね、こう、それで固定してる、そういうメガネでございますが、たまにですね、こういう、小葉、小葉厚さの厚さないレンズの場合ね、こういうふうにかける、なんかの場合落としたりですね、こういうこともなきにしまわれるわなんですね。 この上の部分はちょっとあのー、まあ、いじれませんけどね。この下の部分ですと、あのー、まあ、機械ですれないので、全部手削りなんですよね。手で吸って、平らに吸って、左右ともね、やっぱりやらないと、あの、形ちょっと変わりますからね。例えばこの、片っぽだけ削っちゃうとちょっとかっこ悪い,いですからね。両方同じように削って、でもう一回この溝をですね、掘り直すんですね。そういうこともあの、場合によってはできますので、 どうかです、ね、こういうことになった場合ね、あのーまあ、諦めないでね、あの対応できる場合がありますので、どうかよろしくお願い申し上げます。